始まりましたトラチューブー、今回はですねトラッキーそしてラッキーキータと私田口真理で元気いっぱいお届けします。イエーイ。あれあれあれ、いや元気元気元気いっぱい元気いっぱい、すいません、はじめまして、ごめんなさい、はじめましてだもんね。田口真理なんです、はじめまして、よろしくお願いします。そんな距離感こうしてたやん今。ねね、トラッキートラッキー、なんか気づいてほしいんですけど、いや初めまして、違う、それ言うたやんか。違う、新作来てるんですよこれ。どう、かわいい、似合ってる。でちなみにここに並んでるのも全部新作。違う、ここ、これも全部新作。そう、帽子いっぱいあるの、かぶしてくれるの。わー、雑、ありがとう。似合う？ダブルはおかしくない？あ、すっごい乗せてくれる、ありがとう。どれが一番いいですか、ラッキーちゃん。これなんや。こんだけ乗せられてこれなんや。で、私のちょっとおすすめ見てみて。普通さ、ロゴって刺繍が多いのに、今回の立体的、しかもストーン。これもこれもこれも可愛いでしょ。そう、可愛いよこれ。雑やねん、すっごい雑やけど、ありがとう。なになになに、これだけじゃないの。なに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 、ラッキーこっちこっちってしてくれてるけど、なになに。わあ、すごい数のキャップ、これは何ですか。あ、これも新作。ただめっちゃシンプルよ。またどっか行ったんやけど。あ、なんか持ってる、なになに、え、なに、あ、え、あ、選手の名前書いてある。あ、ということは選手とコラボするんだ。え、じゃあこれがここに入るの、刺繍で。これを選手に選んでもらう。お、そういうことや。わー、すごーい、楽しそう。じゃあみんなで行く。え、ごめんごめん、俺らごめん。ねえ、どういうことどういうこと。え、行っちゃうの。え、一緒になんか選んでもらおうとかじゃないの。どうしよう、できるかな。あ、できるできる。 ありがとう、励ましてくれてるの。頑張る、分かった。いやいや、嘘。あ、待って、行かないで。いやー、トラッキーがいなくなったから不安ですけど、頑張っていきましょう。早速まずお呼びいたしましょう。森下選手、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、以前お伺いしていましたこのオリジナルキャップのデザインサンプルというのが出来上がったんですよ。はい。なのでそれをちょっと見ていただいて、このたくさんあるこの色の中から好きな色を選んでいただいて、デザインはこちらですね。ワンちゃん好きなんですか。あ、好きですね。はい。ワンちゃん好き。はい、好きです。このワンちゃんのこのロゴがありまして、はい、この中からどれか選んでいただきたいんですが、どうでしょう。はい、わかりました。あ、自分今これと、これかな。お、シンプルな。はい、結構シンプル。誰でも行けるような感じ。なるほどなるほど。こっちの方がなんか海外のキャップって感じ。そうですね、まあ、グレーとか紺じゃないかな。これチャコール。おい、初めて聞いた。ネイビー。よし、行こう。決まりました。じゃあネイビーでいきます。ロゴはこれでいきます。 A タイプ。 A タイプ。まず色は、まあ、つけやすい色にして、でデザインは可愛い方が最初いいかなと思ったんですけど、ちょっと海外チックな、かっこいい方がつけやすいかなと思って、ちょっとリアル犬でいきます。お、じゃあこれ出来上がったらかぶられますか。かぶりましょう。お、はい、
ということで、じゃあお揃いで被れる可能性があるということでね。そうですね、ありがとうございます、はい、では最後にあのファンの皆さんに一言お願いできますか。はい、ぜひこれをつけて、球場に足を運んで応援してください。お願いします。はい、森下選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ続いては村上選手と大竹選手が来てくださいました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お二人で来てくださいまして、もう聞いてくださいました、この中から一色選んでこのロゴですね。はい。コーヒー好きなんですか。まあ、好きですね。飲みますね。飲みますか。はい。1日何回飲みますか。2回ぐらい。結構飲みますね、はい、いやでもこれかな。 D、はい、D 帽子の色ですよね。色見てください。え、可愛い、似合ってますよ。ですね、これにそれ黒っぽいですもんね。うんうんうん、うん、確かにそれ良さそう。これいいですよね。いや多分ロゴがいいと思います。暗めだからですよね。ちょっと明るい明るい方がいいですよ。よし、これにしましょう。早っ。じゃあ次、大竹選手、はい、まさかのロゴですね。めちゃくちゃいいよ。なぜ餃子だったんですか。いやもうずっと餃子好きで売ってるので。売ってる。公言してる。好きな食べ物は餃子ですね。なるほど、しょっちゅう食べちゃう。はい。いやちょっとどうしよう。かわいいな。白取られますけど。それはもう取られる場合はやっぱ譲るんで。優しい、譲るんですか。先輩は絶対なんで、はい、あ、なるほど、はい、どう思う。自分はこのモグモグしてるのがめっちゃ可愛いなって。モグモグ可愛い。じゃあ D。 いいですね、 D で。じゃあ色どうしましょう。僕は餃子がこんな色なんでちょっと暗めがいいですね多分。いやー、暗めってのとこれか。カーキ。じゃあいいですか、鏡がかりさせていただきます。そんなすいません。、はい、していただいちゃって。あ、似合いますね。いいと思います。じゃあ男女どっちが着るっすね。そうですね。じゃあこれで僕、それで、はい、じゃあ改めて村上選手からなぜこれを選ばれたのかというのを、はい、やっぱり帽子の色とやっぱデザインを考えたらこういう色がいいかなっていうのが思ったので、はい、そうさせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、村上からのアドバイスで、はい、イラストが可愛いというのと、まあ、餃子がちょっと肌色みたいな色なんで濃いめで、はい、どっちも可愛いと思います。ありがとうございます。では最後にですね、ファンの皆さんに一言ずつメッセージいただけますか。今回この帽子を作ったので皆さんいっぱいかぶって甲子園球場に応援来てください。言おうと思ったの全部言われたわ。自分の登板日にはぜひ皆さんかぶっていただいて応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、村上選手そして大竹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては木浪選手が来てくれました。よろしくお願いします。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 デザイン見られました。見ました。見ました。はい、こちらですね。これなんで太陽やったんですか。いや太陽って良くないですか。あ、確かにこう明るいパッとするような。で、帽子のロゴを何にするかなって考えた時に太陽ドンとあったらかっこいいなと思ってちょっとこう候補出してもらいました。めっちゃ悩むですね。めっちゃ悩みますね。まあこっちかこっちかなって感じです。ちょっとじゃあシンプルな感じでいきたいなと。そうです、シンプルがいいです。はい、これいいじゃないですか。ですよね。あ、なるほど。想像しやすいですか。しやすい、こっちの方がしやすい。あ、もうじゃあ A の方にしましょうか。 A でいきます。はい、 A で決まりました。はい、 A で決まりました。じゃあ次は色です。はい、はい、これあ、絶対可愛い。 いや似合うと思ったんですよ。ピンク、うん、あ、まあいけるっすね。いや、なかなかピンク似合うって難しいと思うんですけど。ピンクいいっすね。ピンクでいきますか。やったー、いいですね。ロゴは、うん、まあ、本当シンプルなのが良かったので、はい、まあ、これかこれで迷って、で、まあ、この沈む感じもいいなっ
って思ったんですけど、うん、まあなんかこれ見ても太陽ってあんま分かんない人も多分いると思うんで、まあ、ピンクは、まあ、でも子供ピンク好きなんで、うん、はい、まあ、ちょうどいいなと思って、あ、似合うし、ちょうどいいですね、はい、なんかこう明るくなる感じがね、そうなんですよ、またいいですね、よかったです、この帽子が皆さんの手に届きますように、ありがとうございます、ありがとうございます、木並選手でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ続いては中野選手来てくださいました、お願いします、よろしくお願いします、お願いします。さあ中野選手、はい、こんだけのこの色がありましてデザインこうなりました、じゃじゃん、さくらんぼですね、はい、はい、これさくらんぼはなんでなんですか、やっぱ自分がその山形出身ってこともあって、はい、さくらんぼ入れた方が可愛くなるんじゃないかなと思って、はい、さくらんぼしました、はい、まあ、可愛い感じのさくらんぼにしては欲しかったので、あ、要望はあったんですね、はい、結構数多いですけども、まあ、多分51はやりすぎな感じはあるんですよ、でもこの2個の頃とか可愛いですけどね、やっぱ1個だったらあんまりさくらんぼ感ないかなって感じあるんですよ、うん、これですよね、これがなんか一番、はい、可愛いかなと、うんうん、一番思いましたね、なんか好きな色ありますか、でも自分赤が好きなんですよ、だからまあちょうどこっちに入ってるんで、うんうんうん、まあ、これがちょっと目立つような形にはしたいんですけど、どれだろうな、でもこの辺とかやっぱ色的には合いそうな感じはあるんですよね、優柔不断だと言ってました、多分相当時間かかってるんですよねこれ決めるまでファンの皆さんとかも一色とかそういうのが多分多いと思うんで、これを機に2色の帽子もいいっていうところを、はい、アピールしていけたらいいかなと思います。イラストに関しては、まあ、本当にさくらんぼといったらこうなんか2個あるっていうのが自分のまあイメージなので、このイラストに、はい、させていただきました。ちょっと似てますね、顔ですか、うん、あ、そうです、言われるんですよ、可愛いよね、はい、これ似てるっていうか、うん、自分がここにいると思って、はいはい、かぶっといてもらったらいいかなと思います、はい、この帽子をかぶって、球場にたくさん応援しに来てください、よろしくお願いします。中野選手でした、ありがとうございました。続いては伊藤選手が来てくださいました、お願いします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 。さあ、ここにですね今いろんな色のキャップがあります、はい、そしてロゴがこちらです、でも可愛いですね、いいですね、はい、なぜこのゴルフに、自分ゴルフ好きなんで、うん、それでちょっと選ばせてもらいました、そうですね、これにします、お、これにしますか、お名前も入ってますもんね、はい、お、いいじゃないですか、ありがとうございますなんか好きな色とかありますか、まあ、茶色とか、はい、まあ、自分のタオルがグリーンなんで、うんうんうん、まあ、グリーンとかいいんじゃないかなと思うんですけど、お、茶色で、お、早っ、お、匂う、あ、茶色で早い、はい、早かったです、多分1番でした、あ、本当ですか、はい、ダメっすね、周りすぐ決めないと、可愛いっすね、うん、いい感じっす、まあ、ゴルフ行くときに被りたいなと思います、おお、じゃあ同じものを被れるかもしれません、では最後に皆さんに、一言お願いします、はい、ぜひ球場にかぶってもらって、来てください、それと、ゴルフ場でも使ってくださいお願いしますはい、伊藤選手でした、ありがとうございました。続いて来てくださったのは大山選手です、よろしくお願いします、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 伺ってました、このロゴが、これが完成しました、はい、どうでしょうか、いや、めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいいですか、めちゃくちゃいいです、え、この両脇の家で飼ってる、はい、猫です、なるほど、このグレーの方がミミで、こっちがラテです、はい、かわいい、あ、だからこれは絶対入れてねと、ミミちゃんとラテちゃん入れてねという、はい、この要望通りです、どうしましょう、3つかわいいのが並んでますよ、全部いいですけどね、はい、でもめちゃくちゃいいと思います、 C ですかね、これね、はい、まあ、実際家でもこんな感じなんでちょっと多すぎますねでも一番黒がいいかな、
黒いいですね。はい、でここにこう入るわけですね。はい、ミミちゃんとラティちゃんが入ります。黒で、黒にしますか。はい、でも大体もいつも黒が多いんで。あ、そうなんですね、はい、まあ、黒だったら、はい、もうたくさん被れるんじゃないかなっていうのがあるんで。なるほど、はい、でもこのイラストはまさに家の感じなんで、で家ではこうだよっていうのを感じてもらえればすごい嬉しいんで、もうこれでもう買い物も行ってほしいですしそうですね、はい、旅行にも行ってもらいたいです、はい、すごくいいものを作ってもらえたのでぜひ買ってください。お願いします。小山選手ありがとうございました、はい、ます。それでは続いては近本選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この色から選んでいただくことになりますそしてロゴがこちらです、はい、うわーいいね、いいね。ユニコーンですよね。はい、これユニコーンにされたのは何か理由があるんですか。娘が好きなんで。あ、そうなんですね。はい、こっちかな。すごい優しい感じですよね。まあね、娘が被るかもしれないってなったら、うん、まあ、ちっちゃくもできると思う。もうちょっとちっちゃい方が。こんな花はいらないかな花いらないそうです、うん、こっちの色合い的な感じで、でもこういうデザインで一番こだわり持たれてます。いや、いい感じです。逆にいやいやいや、これ逆にだって出来上がった時が楽しみになりますから。そうですね、うん、どうしようかな。色ですね。じゃあ色ね。白にしよう。お、もう完璧な。完璧ですよ。もう、ね、イメージできました。近本選手の、はい、もうまさにこのキャップが出来上がるんじゃないでしょうか。では選ばれた、ま、理由を改めてなんですが、はい、子供がユニコーンが好きなんで、それと最近は紫の色が好きになっているので、はい、それも入れて可愛くしました。球場で、被っているのを楽しみにしています。ありがとうございました。近本選手でした、はい、ありがとうございました。さあ、それでは佐藤選手に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではキャップを選んでいただくんですが、はい、ロゴがですねこのようになってます。はい、星にされた理由は。なんかいいかなと思って、はい、キラキラと、はい、勝ち星。あ、勝ち星、なるほど。どうしましょう。ロケット的なで、佐藤の S 的な。あ、本当ですね。もうめっちゃいいやん。これはここが S になってるってことか。あ、本当ですね。でも陽明と分からんですね、これは、うん、いいんじゃないですか、これ。お、こっちにしますか。いいと思います、はい、色ね。んで帽子かぶられます？あ、かぶれます。でも一色が多いですね。単色が。あ、そうなんですね、うん。じゃあこれでいいんじゃないですか。お。あ、完成したらかぶりますね。お、ありがとうございます。まあ、なんかこうさりげないこう S が、まあ、デザインはそれがいいかなと思いました。はい。色はまあ何でも合わせやすいかな。そうですね。はい、選んだんで。皆さん、かぶってください。かぶって球場来てください。佐藤選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、選手の皆さんにね、こういろいろ選んでもらって、皆さん個性があったんで、もう完成が待ち遠しいですね。楽しみよな。あ、ラッキーに、ラッキーに聞いたもん。ちゃんと決まったよ。やったよ、やったよ。見て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 、本当にみんながちゃんと選んでくれたから、いや本当にいいものができると思います。皆さんもぜひ、あの選手たちが選んでくれたオリジナルキャップをかぶってですね、球場に応援に来てくださいね。あと他にもいろんな新作グッズありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、バイバーイめっちゃチェックしてる。かぶる？え、どう？似合う？二重になってんだよな。